ボールドローン。さあこれで B メイン2座がかかっている。各取り続ける。素晴らしい。エンビートンボが取り返す。もサイト内にはまだ神の子が潜んでいる。いや時間ない中でここのしゃがみ位置はかなり強いですよ。フレンジ敵が見えている。完璧だ。ファーストゲーミング、まずは猫はクラシックなので、腕が見えている。見えた。壁抜きダブルピーク丁寧だ。しっかりと2人でこう前後車線をしっかりと管理しながら入っていきますね。さあ神の子は B メインを詰める判断。ここはフェンネルとしては B サイトを簡単に取れることでしょう。神の子の位置が若干気になりますね。クルーズがクリアリングしたんですけれども、いやジンクスしっかりと見ていた。これで圧倒的有利状況ですね。残ったのはまず最後はクルーズ。はい、お見事。もう寄れてますね。どうだバズ。そしてトラネコ A を貯め切ることはできるか。各ハンターフィーリー、うわ2人持っていった。抑えた。素晴らしい。ただここで2-2交換、ニューラルセットも入ってパスゲーミング位置がバレちまう。位置はできましたけどかなり体力持ってこれましたよ。 A ショートのカーボール、ここはエンビー避けていった。ここで人数有利をつけたの大きいですね。エンビーここで A ショート戦って A メイン引いていくんですよね。あこれで時間稼ぎですよね。ショート側をケアしなければいけない。トラネコは綺麗にクリアリングします。さあ早めに前に行くしかないが、そこには3人フェンネルが控えています。キャンセル。しっかりと引き守り、しかもメイン側にスパイカメラも置いてある。だいぶ時間かかってますね。待ち構えてレンビー。こうなると圧倒的有利です。時間もない。各打ち合うしかない。ああワンキル取ってこれはセーブですね。いやここもフェンネル、はい、と身を隠すこともできますし、ただここはシャガインピークエンビー、ここ D メインとの打ち合い。各ここにはバッキーだが通じ落としていく。 HP が17になりながらも進行。うわ各が粘る粘る。あと1人。いやーしかもトンボサイドかなり削りましたよ。2-on-1アルティメットはありますけど、トンボこれは使えないですね。自らの位置をバラしてしまうハンターズフューリー。ここでは切りづらい。なんとか 1-on-1に持っていきたいところ。そうですね、当然詰めますよね。しっかりと2人で動いています。ファーストゲーミング裏を取れている。裏取れるぞこれ。ワンチャンスあるか。裏に気づいたトラネコ。ちょうど見た。あと2秒ぐらい早くね、ここに合わせて打つ形ですね。これこのカーボールは強力だぞ。いったカーボールガングライダー。ジンクスが恐れる。そしてすぐさまロックダウン。ハンターズフューリーで小足にかかるとスモーク抜き。クルーズライトバック神の子 A メインを済ませないぞ。しっかりと返しているが 2-on-3 人数差できているファーストゲーミング。設置が問題ですね。設置中狙われる可能性がありますよ。残り時間は10秒。あと10秒。設置できましたね。ただもうメイン回ってますからね。これアンセム A ショート A メイン、そしてヘブンから挟まれる形。フェンネル最後の A メインアンセム、ね、メインが早い。残ったのはエンビー。いやーケージの切れ目上からパス、うん、しっかりと連携を取り合いました。うまく立ち回ってはいましたが、やはり対策ができているというのはいたよ。あーでもその分浮いた。うおケージが高めているところ。おーただミッド倒しましたよ。過去を倒すので情報がないです。これで B メインでの攻防が成立します。いやーこれはアンセムが挟まれる形。バズがカバー。ただアンセムは落とされているぞ。バズ粘れるか。 B 側神の子がカバーに行くが、スモーク越しにジンクスが来ている。かなり強気だジンクス。ホットハンドを食らいながらも突っ込んでいく。超アビリティ構えた瞬間、そしてディスミス悠々と引いていくか。神の子がそれを許さない。2 on 2ショックダーツだ。さあただ2 on 2なので、おっと B メインもわからないですからね。これ裏取りも警戒している神の子。ここで出てきた。いやスモークの中、これは脅威。いやーいいスモーク。離婚で位置が分かっている。トラネコ1対1トンボ神の子。神の子だ。お見事です。結構難しいシーンだったんですけどね。はい、とシト君繋がらなかったので。いいショックボールド。ピンポイントで当たってるよ。そしてバズのオペレーター、バズがオペレーターを持っています。バズ逃げれないぞこれ。ただ2人は持っていく。サイトランがジンクス。これは逃げれない。ただ2人持っていったので、まあこれでイーブンにはできたというところですね。
リテイクの形で見るとファーストゲーミングの方が若干不利か。いや早い取り返しだ。カーボールサイトライン降りていきます。いって旬で殲滅でドローン位置がバレるパラノイア。お、でもこれテールウィンド我慢しましたよ。ここで使う解除した。カクはクレズを落とせ獲得する。いいリコンだ。映ってはいるけどもうまく下がっていきますね。マーケット側にパラノイアも返していました。一旦進行は止まりますが再度進行。サイトライン3ステムが中残ってるんですよね。まだこのオペレーター外してしまった3 on 4。ただ人数差はファーストゲーミングの方が有利か。ジンクスのこの位置が鍵になりそうだ。いやーこの位置強いですからね。分かっていてもただニューラルセット逆に相手の位置を見ましたね。これでファーストゲーミング位置がバレちまう。我慢したジンクスすぐさまカバー。神の子残り1名各ハンターズフィーリー当たっているぞ。当たってるぞ。ナイトバックを使って状況を戻って残ったらトンボ。当然勝負しに来ます。これはワンオンワン。ホットハンドがずれちまった。取り切った神の子。神の子ワンオンワン負けないですね。本当に自分のフィジカルといいますか勝負のタイミングといいますか、うん、トンボもかなり粘ったんですけどもやはりあの核のハンターズフューリー。そうですね、まあ、最後はどうしてもその、まあ、病気だ。足が見えている。フリックショット外してしまったがカーボール。ここは神の子スパイク落ちたぞ。でもこの位置だとさすがに守れないと判断したか。ホールドはできないでしょう、うん、ただフェンネルとしてはちょっとそれがわからないですからね。さあどうだこれ。完全にプリエイムしていない。スモーク抜けのクルーズバズがジャッジで映画を落としています。いや苦しいのはやはり下なんですよね。音を動かしていく。いやーいい感じにカッコを撃破できていますね。ファーストゲーミングがいやファーストゲーミングかなり動き回ってますね。バズがもうすでに A メインにだいぶ詰めてますしタレットで 2G の位置は分かっている。そうですね。タイミングここはクルーズ髪の子落としている。さあこれで AB 両展開気にしなければいけないですけどメインをバズが取れていることに対してどうケアするか。いやこれ位置的にはかなり警戒されてますけどワインを覗きに行った通じ。ああ冷静に隠れてますね。いやーここはタイミングの噛み合わせもありましたね。あえて引かないワイン残り2オン2バイクを設置。取り返しのオペレーター。うーん一度下がってアルティメットで飛ぶかな。飛びますね。あえて同じ場所に飛びました。いやー待ち構えているこの大面同士で読み合いが深すぎる。残り HP がお互い少ない中一瞬見えた 2G はダークカバーの中に入るの大好きですね本当に。アンセムリテイクになります。ショーティーテールウィンド飛んでいる。いや冷静だ粘るクルーズ分かってて距離を分ける。最後はクルーズトリプルキル。いやアランボットカーボール一気に飛び出した。アンセムいやー通じの素早いカバー。ただ2個目のカーボール。いや冷静にパラノイアで返した。神の子トラネコと落としている。ただトンボのハンターズフューリーでトラネコが落とされる。ブレイズで車線を区切ってここはクラシック。うん残り時間が少ないぞ。パラノイアも入っている。バッキーださあどうだどうだお互い位置がバレてしまっている。これちょっと苦しい。残ったなトンボ。いやーこれトンボは全然チャンスありますね。人数差あるとはいえ2人の体力を削ったのでアビリティもフルで残ってます。ドールローンはちょっと使う余裕ないか。あリロードも効かれましたね。最後はバズ素早い取り返しになりました。打つことはできませんでしたね。カメラも壊していますね。これはパイプを設置。そして裏のメイン裏身にはタレットもあるしアンセムがクルズ落としている。このクルズの動きが勝敗は分かった。すごい動きだ。サイトライン引いてるぞ。ディフェンダースポーン神の子そして核。いや思い切りのあるいい動きでしたね。これでリテイクの形を片方潰しました。残ったのはビーミン。ジンクスがアンセムを取り返すが。いやー4人が一気にかけていく。残り1名挟まれる形、ね、これは苦しい。いやこれはファーストゲーミングの判断が素晴らしかった。確認できたか。お遊びはここまで。今度は B 側を固めているがパラノイアそしてライトバック神の子。いやアンセムがブレイドストームクルーズ落としてサイトライン手間に来る。いや外してしまった。ジンクスこれは痛い。神の子取らないこといきますが通じのカバー。いやー一瞬の出来事でした。素早い爪で潰されますがサイトライン攻め込んでいくがジンクス。エンプレス発動中のジンクスは本当に恐ろしいですよ。
パラノイアも届いたいね。リロードする余裕がないという状況ではありますが、ジンクスダブルキル、無理はしません。うん、冷静に一人ずつ仕留めれる形ですね。挟まれる形、まずどうしようもないか、苦しい。うん、ラウンド取りましたね。これでこのラウンドフェンネルは一人くるぜ。 B 面外一人見えたか、バズの位置を確認。ただこうなるとクルーズはちょっと進みづらいですよね、 B 面を。そうですね、オペレーターというところもあるのでちょっと動きが重たい。アルティメットは使ってはいますけれども、これは少し難しいですね。ハーフゲーミングはサイト内に押し込まれた形には見えますが、フェンネルは相手の位置が確実には分かっていない。クルーズブレードストーム飛び込んでいった。早めに入る判断ですか。バズカバーに入りますが、位置は分かっているジンクス、しっかり仕留めましたね。最後は 2G ディスミスで自分がおとりになり、2G が決めきりました。そうですね、まあ、バズがいかにこうタイミングよく横を取るかっていうところがポイントではあったんですけど、はい、まあ、スモークを使ったスキーの入りはエンビーのスパイカメラで見えていた 2G のパラノイアで先陣勢いが止まってしまったが、ザッカバーの中飛び込んできた 2G、 角度素早いカバーあるあるですね、倒したと思って打つのをやるしまったやつです。残り1名、ただヘブにはエンビージンクスが控えている。エンビーさすがネーム、圧倒的ですね。しっかり蹴っているか、うん、しっかりと。ただ3人映りましたね。ジンクス数字がキルを取っている。神の子はジンクスを返しているが、スポーンから一気に入っていくフェンネル。いや、いいニューラルセット。 B メインに取り残された神の子が、ただ分かっていてもちょっと入りにくいですね。これサイト内エンビーの SP が少ないか。神の子トラネコ粘っている。来るぜ、ワンオンワン。お互い HP はある状態、落とせない。ファーストゲーミングトラネコワンオンワンをしっかりと取り替えましたね。コンボのファントムフューリー、神の子を押される。いや、これはでかい、当たっているぞ。 HP が少ない。クルーズが生き残れれば、各サイト内のクルーズを落としている。サイトの奥にはまだ 2G がいるぞ。おっと、アンセムのダブルキル、サイト内を一気に殲滅。このラウンドはアンセムか。うん、MB1 on 3 HP がないんですけれども、この人数差は苦しいか。そうですね、位置もわからないので MB としてはサイト内かっこ撃破を目論んでいます。アランボット、おお、2人で飛び出したダブルピーク、しっかりこのラウンド。アンス A 側が結構難しそうですが、どうだ。カーボール避け切ったクルゼ、神野のカバー、ブレイズ A ショットを区切って、A メイン側バズが進めている、うん、リテイクの形になりました。フェンネル早い、いやパラノイア使ってもう勝負しに行く、入るか。いや無理はしないようですね。少しタイミングがずれてしまったか。設置中、設置中にかなりプレッシャーかけてきますね。アンセムダブルキル、トンボが取り返して 2-2。 お互い HP 状況同じ、もうメインには下がれない状態ですね。ヘブンシャ2、体力の多い神の子がかなりこう勝敗の鍵を握ると思いますが、格は離婚が上がっているぞ。エンビーもいますからね、これはどうなるか。まあ、確実にヘブン下にワンはいると思ってるでしょう。神の子、さあこのまま取った。おー、なんとかつなぎました。12対11、ギリが12本、ライトバック神の子もう上がっている。何回打ったんだライトバック、落としているぞ。アンセム、神の子とアンセム、さあかなり削りましたよ。ボートハウス、クルズが飛び込んでくる。スーパーキルキトラネコ、トンボを抜き返すがバズがサイト内落としている。一気に形勢はファーストゲーミング、残ったのはトンボ、ワンスリー。トンボもこれはもう勝負するしかありません。チョックボルトも狙ってるところに飛びませんでしたね。からの方向、流れは完璧にファーストゲーミングか。しかもカーボール残してる、打ち込んでいった。いやー完璧、オーバータイムだ。成功させるにはあのタレットが必須だったんですよね、はい、ただジンクスも、まあ、トラネコの位置が分かりきってたかどうかはともかくとして、やはり狙いにいってたんですよね。そうですね、ただトラネコはあそこでこう、まあ、時間もあって A メインの可能性も危惧して下がる判断をしたんですよね。あれが良かった。はい、そうですね、ジンクスが落とされる。サイト内トンボどこまで粘れるか。いや、ここは引く判断。さあトンボが重要ですが、なあ倒しきれないトンボ、落とされる。ただ3 on 3、クルーズが1人持って帰る。体力状況だけで言うんであればフェンネル有利ですよ。決め切ることはできるかファーストゲーミング、それとも取り返すのかフェンネル。サイト内3人押し込まれる形だが、 B メインがまだわからない。ここは1回ゆっくり
通信回りますか。かなり通信が B 面側といいますか裏取りを警戒しているような状態。いやこれカーブボール残ってるのが強いですね。これ勢いよくサイト内飛び込むともしかしてがあるかもしれません。ただ体力状況はフェンネル、フェンネルかファーストゲビンかサイト内カーブボールガガンセム決まってしまうのか。 MP ワンツーだ、体力ないぞ、 HP はない、ワンワン決め切った。額残り HP なら14対12、見事トンボは B ヘブンを明け渡したんだ。 A 側詰めてきた MP が落とされる。これは A 側にとってはかなりの痛手か。ただトンボがすでに A ヘブン寄れてますよ。バズがクルーズを落としている。これはインサイト側ですね。 B メインでしたね。フラッシュポイントさああとは中を守るジンクスがどれだけ粘れるか。武器はフラッシュタック、いやフレンジ、うん、トラネコの素早いカバーしっかりとダブルピックができていました。4対2、まあ、今の状況だとねワンマガジンで2人倒すのフレンジちょっと難しかったりもしますからね。はい、いやこのバズのポジショニングも重要ですね。そうですね、ここに通じどこまで気づけるかどうか。上から来るぞ、あ降りてきた、うわ出た、なんだその反応は。残ったトンボもヘッドショット、なんですか今の反応。アッキーの存在を隠しましたね。フラッシュポイント食らってしまっていた。アンセム勝つと9が続く。エンビーがアンセムを返しているが、やはりこれブリーチの強さですよね。あのフラッシュポイント我々の目線からは見えているように見えるんですけれども、選手は何も見えない状態です。そうですね。さあヘブン、ここは神の子のジャッジ、ディフェンダースポーンもトラネクはしっかりとフレンジでカバー。神の子のカバーが完璧でしたね。残ったのは通じ、裏からも来ているがサイトライトラネコ、うん、4人生存。バッキーも拾っています。寄れているぞクルズ、そしてトンボ、フラッシュポイント、トンボのいいスパブリキ、裏を取っているクルズ、いいでキャリアダウン、クルズエンビ合わせてのトリプル、ツーオンフォー。さあこれで今バズも位置がバレました。腕が見えたか、この打ち合いジンクス、さすがとしか言いようがない。バズとしてはアルティメットオーブ回収できれば御の字でしょうか。このラウンドはそうですね、もうこうなってしまうとせめてアルティメットヘブン、パラノイアが入って何も見えないエンビー、ただ横は取れていた。エンビー無理しなかった。エンビー 2G ジンクスとかなり削りましたね。これで 2on3 です。 HP もありません。ここで B 切り返しになりますけれども、この HP ですとまあ素早い攻めといいますか、フェンネル側の情報がつかめていないですからね、未だに。そうですね、一方的にヘッドショットでワンキルずつ取っていかない限りはファーストゲーミング逆転難しいでしょう。ただ噛み合ったか、神の子残り HP は少ない中、まさにヘッドショットが起きたぞ。2オン2とはいえこの体力ですからね。クルズの HP はほぼマックス、裏を取っているクルズ、ディフェンダースポーン押される、設置が難しくなりました。そしてこのテールウィンド、このプレッシャーを与えるだけで設置ができないんですよね。裏を取っているのはジンクス、こうなると A 側は途端に攻めづらくなりますけれども、クルズブレイドストーム、これはデュエリストが2人落とされましたけれども、そうですね、それプラス人数差がかなりできていますよ。ジンクスのオペレーター外しません。縦横無尽スプリットではオペレーターの位置を特定するのが非常に困難です。これはかなり難しそうですね。今後もここは無理をせずに、まあ、スローブを投げるだけでもいいという判断ですかね。そうですね、こうなるとさすがに設置したところでというのが正直なところですね。今ランボットが反応したのも逆に難しいですよね。さあディフェンダースポーン、そうですね、メインを取られているとちょっと B 行きにくいなと。フェンネルからすると B 側も明け渡しているような形ですよね。この試合バズが取っていく、いやバズディフェンダースポーン抜けているぞ、うん、最後はクルゼだ、意識あるか、当たってない、早いぞローリングサンダー、そしてショートッパー見えている、当たってはいないか、止めはさせなかった、ジャッジの距離ではないクルゼ、おや通じ生き残ってるぞ、この位置はバレていないか、いやアンセンマー落としている、ただトンボ素早いリテイク、サイトライン降り立っている、まずはワンピック自主交換、クルゼトンボ人数を削ります。ヘブンしたアンセムが落とすか、その先にはクルゼ、おおほほしっかりと置いてましたね。最後はジンクス、クルズとトンボの B サイトへのカバーが非常に速かった。そうですね、全体的にはこの取り返すスピードの速さゆえどうしてもポジショニングさせてもらえませんでしたね、ファーストゲーミング。はい、トラネコもスローで進みますが、その先にはやはりこの男がいる、確
り抑えますね。いやフェンネル、いやパーフェクトラウンドになりそうですよ。これはスパイクも落ちて残ったのはトラネコ。これはロープを突くしかないか。最後はトンボ、パーフェクトラウンドになりましたよ。とブラッド取りに行ってますよ。決め打ちだ、完璧ですね。神の子が落とされる。いやロックダウンを打ちましたが、ショーストッパージンクス。そうですね。でいやショーストッパーで2人持っていった。完璧にロックダウンの戦術を潰したと言えるでしょう。ペイント弾でロックダウンも壊しています。完璧な絵守りジンクス。さあ A サイト残ったのはトラネコ、そしてカク。トラネコの HP はショーストッパーでかなり削られている。ランプ上ダブルピーク、各がエンビを落としている。この人数差こうやって打ち合いで埋めていくしかありません。最後の一人だ。残ったのは各ワンフォー、フラッシュポイント、ツージーの振り向き。やはりジンクスが崩せませんね。 A はジンクス、これは脅威ですね。設置はできましたが武器差があります。できたのはできたんですけど、ポジショニングがやや弱いですね。このジャッジもバレちまいますね。アフターショックで時間を稼ぐ。そうですね、もうバズのポジションが重要です。バッキー、ポジションがジャッジ、神の子、トラネコ、キルは続いているぞ。強いぞ、カクもカバー、残り1残ったのツージー。ただこれローリングザードをキル当たってるけど、冷静だ。体力がなかったですね。冷静でしたねツージー。今フラッシュポイントも打ったんですけれども、ツージー食らっていませんでしたね。はい、さあこの弾に入ると強いポジション警戒できない。いや警戒していた、バズ通常落としている。今回は B サイト4対3で、そうですね、これは有利な状態となりました。おここで強気のオープン設置、設置成功。それでいて核が裏取りしてるんですよね。トンボ落としている、4対2。いやジンクスが落としている。残ったのはジンクス。オペレーターでの取り返しは厳しいか、うん、トラネコは最後落とし4対8での。このスワーム我慢した展開、これは逃げれない。ここに切ってくる、完璧なナノスワームだ。絶妙なタイミングですね。すぐ切りたくなるところなんですけどね。そして後続も控えているが、そこにはペイントダウン。いや早い攻めだ、クルゼかいくぐる方法でうまくかわしましたね。一気に形勢はフェンネル、体力もかなり余裕ありますよ。落としていけないファーストラウンド、綺麗な流れでサイト設置まで持っていくことができました。まずも体力がありません。本当にクルスはいい動きしますね。そしてこの通じ警戒はできるか、バズ。いやーしきれないですね。一度引いて足元フェイクに警戒している、スリオンスリーだ。わざと足音を立てましたね。バズの HP がないが、アンセム体力かなり削れましたよ。残り1秒、エンビしっかりと締めていきます。最後はクルスのスモーク抜き、ようやく判断でしょうか。いや入れない、ブラストパック頭の上を飛び越えられたトラネコ。いやーかなり速い攻めですね。ただスロープでの打ち合い、うん、ジャッジを買っていたか神の子。今のはいつのジャッジですかね。今のはショーティーですね。あショーティーですか、はい、失礼いたしました。さあ2対4でのリテイクになりましたが、かなりサイト中を固く守っていますね。そしてスロープにはエンビ、完璧な守りですね。位置は分かっている、残ったバズをクルズが倒して4対10。まあ結局人間ね、サイト内バズクルズ落としている。ナノスワームで後続を削っているぞ。安全、バズバズバズのドリブルキル、残った最後は神の子。いやこのラウンドのパーフェクトはいかがですか。いやこのラウンドよくパーフェクト取れましたね。これでやりそう、その入り方であればいくだ。お一人抜いた、バズ残り HP は少ないがサイト内バズのかかりに行きますね。孤立してしまっているジンクスはそれを逃さない、ね、スモークの切れ目お互い打ち合いましたが、 HP 的にはフェンネル側が有利か。素早いリテイク、クルゼスモーク抜きだ、ましたサイト内すでに入っている。いやこのオープン設置ができたことによってロングにとどまれるのは強いですね。ジンクスもフラッシュポイントを使いながらも果敢に詰める。いやジンクスのこの裏取りは刺さるぞ、立ち回りが良すぎる。ペイントダウン爆発する中ジンクスは前に出る、トリプルキル。いやスモーク抜き、テールウィンド、ブラストパック、ダブルピーク。いやダブルピークの先には2人が控えている。だいぶ削れてはいますが、ツージーがダブルキル、素晴らしい立ち回り。いやバズもダブルキルで外していった、残り HP が少ないのか。
目つぶしだ。さあ2オン2です。より間に合いましたがまだ設置ができてません。残り15秒。スロープが取れているのがフェンネル側のアドバンテージか。ここは右向けの可動設置です。スパイカメラそしてトラップワイヤー、ここでワイヤー残しておいてるの強いですね。こうすることによってこのエルボーの進行というのが警戒しなくていい状態。最後の残り1名。最後は通じ、通じ立ち回りよかったですね。このラウンドグワッと切る、はい、ひたすらもうロープとあのスロープの挟みが綺麗でしたね。これでマッチポイントを迎えたファーストゲーミングとしてはクレジットがもうないですね。苦しいですよね。どう戦うか。これ圧倒的にフェンネル有利ですね。アンセマブレイドストーム、核がバーヘブン、ディエレスト2人がそれぞれの中央取りに行っている。我慢できない。通じ、さあ温存したぞ。このショーストッパーヘブンした、気づけるか。いや気づけていないぞ。この位置スペクターバゼンダブルキルだ。2キル取ったがニューラルテスト位置も見えた。2オン3。さあ1対1、夢を叶えることはできるか。フェンネルラジニクス、ここで勝負する。強い。残ったのは神の子。圧倒的フェンネル有利ですよ。1オン3。さあ行くしかない神の子。お互いのピックマップ、その上でさらにここを後ろを取るというのが恐ろしい。完璧なエンビーですが対応が間に合わない。これはいやクズ抜けていくか。トラネコ警戒できている。いやスパイク落ちたか。これは本来 C 側に抜けていこうという動きだったのか。しかもガレージの通信も倒しましたよ。素早い動き、翻弄されかけていましたか。ね、裏も早い。いやー一気に倒されているパーフェクトラウンド。まさかのパーフェクトラウンドですね。ファーストラウンドでパーフェクト。いや今のは本当に、いやこれバズの武器拾っているんで。トラネコシーロングを詰めていた、通じ落としている。いやファーストゲーミングが有利に試合を展開しています。ただまだジンクス、そしてクルーズが残っている。後ろにはエンビー、エロング打ち合い無理はしたくないが、かなり削りましたね。こうなると勝負に行く可能性がありますね。カーブボールも残っている。ジンクス、ターゲット残り1名。神の子、これワンチャンスですね。残ったのはエロング。アンセム残り HP 少ない中その盛り返しを図りたいところですが、ファーストブラッド、アンセム HP を削られやしましたが窓の飛び出、まあ、ワイヤーを踏んだら勝負する。セブンのスモットかなり切れていますけれども、ライトバック一旦足が止まります。いやケージ抜けてきている。スモークレギ時間が間に合わないか。あと30秒。さあ裏を警戒するのはアンセム。こうなると若干的にはフェンネルが有利だと思います。フェンネルそうですね。神の子ブレイズショートから顔が見えたが、ダブルピーク丁寧だ。位置は分かっている。いや角が強い。こうなってる位置がバレてしまっている。トンボは抜いた。取ったのはトンボ。 HP が少ないが体力は少ない。2人だ。いやワンチャンス。神の子の相手の中に入ってジンクス、ここでライトバック、ここで削る判断ですか。 A リンクに対して攻めていく。神の子が落とされる。これはでかい。ダブルキルまではいかないか。ただ10ができましたからね。それでまた通じがオーラ回しますから勝負を仕掛けるエンビー。やはりこの勝負感、ファーストゲーミングにとって脅威となるか。フリック、いやエンビージンクスがラウンドを終わらせにいってますね。最後はカーボール。いやクラッチまたか。いやエンビーとジンクスでラウンドちょっと間に合いそうではありますね。リテイクのタイミング合うか。いやジンクスのこの勝負感、いやこのタイミングで前に出るんですね。ハンドフィールドを切っていきました。そしてエンビー裏をとダブルキル、一気に2オン5に持っていきました。4対5の状態で挟まれる形から一気に打破。そしてジンクスダブルキル、逃げられないぞ。ライトバックジンクス、サイト内のクリアリング、笑顔抜けてくるところ、お互いライトバック、ライトバックを切り合った。さあエンビーの立ち位置がどうなるかですね。エンビーがここで裏取りを引いてワンキルでも取ることができればかなりこれはフェンネル側に傾きます。動きとしてはどちらとも言えない、どこまでガレージを警戒できるかですね。ボンボ、いやエンビーも落としている。そうですね、これが通りさえすればリテイクは難しくなります。これはセーブですね。今のトビー攻めの形ですが、スモークレギ何が見えている。クルズ
これ人数差異分できたのは大きいですよ。4対4。そして裏取りも通信が抑えている。通信のクロスエアがすごいことになってる。とんでもない大きさだ。クルスの HP が削られますが、ここはかなりいい形が取れているか。エンビーが、いやーこのポジションは警戒できないでしょう。あ、素晴らしい立ち回り。さっきはガレージだったり、今度はあの位置ですよ。残り1名。エンビートンボ、残ったのはカク。こうなると、いやー絶望的ですね。削りたい。いや、それじゃ無理に顔を出さないこのエンビ。解除音聞こえるまではもう動く気がないのか。これは本当にラークとしては100点の動きだ。100点満点ですよ。スーパーレットはないか、ファーストゲーミングは。対してここはトンボが設置をすることによって反発フィーリーが上がっている。そして強い設置だ。これはCサイト最強の設置を今フェンネルが仕掛けました。これ中にいるクルーズが時間稼ぎ、なんならワンキルこれで取れてしまうだけでもかなり 大きいですね。おっと外してしまったが、しっかりと確保を抑えている。いっぱいあるし、ホットハンドがあるんですよね。出られないぞ。ハンターズフューリー、全てのハピを出して、ジンクスが気合を壊しに行った。素晴らしいフリック初戦、3人まで持っていってしまった。ジンクス4人抜き、フェンネルもフィンガースリーだ。やはりファーストキルはファーストゲミンか。ただクルーズの位置に気づいてる。キル取りたかったんですが、HP が逆に削られる形。選手交代。ただここはトンバを恐れる。 HP が少ない。いや、分かっているぞ。早すぎるぞ動きが。外してしまった。クルーズが粘る。しかし人数差、残ったのはエンビ。 HP は削られつつも、ファーストゲーミングは人数をうまく生かして A サイトを取りました。ものすごいチームデスマッチでしたね、今のラウンド。もう本当に打ち合いの打ち合いでしたね。うん、まあ打ち合いですよね。そしてこのダブルピーク、いや、エンビあるのか。裏からかく、しっかりカバーした、抑えました。ちょっとこういい位置につけてはいますけれども、人数で囲まれてしまうと武器を相手に渡してしまうか。いや、武器はフレンジーだ。まるで一人だけ離席してたかのようなポジションです。 AFK から今戻りました。武器もこれなので別にやれてしまっても、サイバー刑事、いや勢いがありますね。かなり情報取れたんじゃないでしょうか、トラネコは。そうですね、本当にそれこそフレンジーだったのでやられてしまってもそんなに痛くないんですよね。マーシャルを持っているのはクルズ。ただその隙にスポーンまでクリアリングしている。残ったのはシーロングだろと。サイト内から熱い打ち合い、エンビ一人返すもバズバズアンセム、残った最後もバズのクラシック。かなりこのラメル分には、全員が強い武器でなくても、ね、使い回すという可能性もできますからね。ただファーストブラッドはジンクス、中央髪の子を壁抜きで落としている。そして強気な爪を見せるのはクルズ。このキルの完成、ジンクスも挟み込んでカーボール完璧だ。残ったのはトラネコ。このラウンドしっかりサイト内にはクルズ、そしてトンボ早い寄りだぞ。これは対応しきれんのか。ファーストゲーミングパラノイア食らっている。クルズクラウドバーストを返して一時交換。クラウドバーストのおかげで中にも入りやすい形が取れてますが、ラインとバック2オン3、状況的にはどうだ。ジンクス次第か。2発目のカンポール。いや、裏取りも間に合ってるので、これかなり苦しそうですね。いいブレイザー飛び出したところ、最後はカク、うん、見事なカバーです。この混戦をよく、いい形でしょうか。そうですね、ワイヤー2本壊している。トラネコはフレンジーでラークしますか。いってますね。さあ、ジンクスはサイト内を遮るブレイズ。神の子を持っていけるか。持っていった、トリプルキル。3人持っていた。これで裏取りも間に合います。武器をゲット。音聞いてましたね。いや、このワンオンは分かんないですよ。武器は拾えている。サイト内取り切ったアンセム。神の子が作ったチャンスを無駄にはしなかった。10対8。さあ、いやー、ここは節制攻。そしてダブルキルを持っていってる。エンビもトラネコ、ニューラルセフト。位置がバレる。クルーズ、そしてトンボ。そうですね、中2というのがバレたので、これ裏取りにもいけますね、アンセム。これはワンチャンスをかけての解除に行くしかない。クラウドバースがもうないぞ。うん、倒されました。ディフェンダー倒され、裏のアンセム、うん、いかがですか。アビリティも
先ほどちょっと無理めに購入していたこともあって全員が全員フルバイトまではいかないようですね。最低限のアビリティと武器で挑みます。はい、まあ、やはりしてもしていた。さあ使ったバッキーのライトバック、各エンビを落としている。いや一夜バレている、顔出せない、これは苦しい。顔を出すが各は落とせ、クルーズが一人取り返すが各のトリプルキル決まるか。2-4裏を取っている。いや裏からさらにトラネコがオーラ取ってる。残ったのはトンボ 1-4 決まってしまうのか。第1試合絶対絶命ですね。たった一人でファーストゲーミング4人を相手にいざいかん。刑事機能1対3、ファーストゲーミングのこの固い守りを、時間も使わされています。これはかなり苦しいです。最後はトラネコ決め切った。